ユンカース G38D-2500 機と飛行中の D アズール機ユンカース G38 は1929年に初飛行を行ったドイツの旅客機、輸送機。2機の試作機が製造され、第二次世界大戦以前の数年間ヨーロッパで民間輸送業務に携わった。なお、1930年代初期には、かつてより長寿爆撃機を欲していた大日本帝国陸軍が G38 の爆撃機型である K51 を92式重爆撃機として採用し、三菱重工業でライセンス生産を行い、計6機を製造している。中を人が歩けるほどの厚みを持つ主翼が特徴的な機体である3面図書機の3枚、方向だと中央の垂直尾翼ベルリンテンペルホーフ国際空港での初号機。スパッツで覆われたタンデム式の主車輪、ダブルウィングのエルロン部、最も得意なのは引き込み式のオイルと冷却水のラジエーター G38 の構造は多項間桁の片持ち式主翼の表面をその他のユンカース製航空機と同じように、波状ジュラルミンの応力外皮で覆ったユンカース流の標準的なものであった。当時のその他の大型機に見られるような装備翼は、方向舵の力を分散させるためであり、当初は中央の固定垂直尾翼と3枚の方向舵を有していた。膠着装置は固定式でタンデム配置の主車輪を持ち、当初は非常に大きなスパッツで覆われていた。主翼は通常のユンカース式ダブルウィングで、この名称は外翼部がエルロンとしても機能する主翼全幅にわたる可動式フラップから名付けられていた。また非常に厚い翼型を採用しており、中を人間が歩けるほどであった。これはユンカースの全翼機構想を取り入れた設計であり、主翼もまた機内スペースとして活用するものであった。試作初号機はL55 型 V 型12気筒エンジン2機と 294kW の L8 型6気筒エンジン2機の合計 1470kW を装備して1929年11月6日に初飛行を行った。ドイツ航空省が G 飛行のために D-2000 機を購入し、1930年3月27日に納入された。飛行テストで G38 は速度、航続距離、5000kg のペイロードを搭載しての無着陸飛行を含む4つの世界記録を樹立した。1930年5月2日に、ルフトハンザドイツ航空は定期航空路とチャーター便の双方の商業輸送に D-2000 機を投入した。1931年2月2日に、ライプツィヒのユンカース工場で、D-2000 機は L8 型エンジン2機と L88 型エンジン2機の合計出力 1764kW に換装され、搭乗可能乗客数を13から19名に増員させた。出現してしばらくの間、G38 は世界最大の陸上機であった。今日の基準からすると客室は豪華であり、この機に競合するのは、ドイツ飛行船旅行者が運航する。ツェッペリン飛行船であることを意味していた。この機は、付け根で 1.7 メートルの厚みがある主翼の中に、乗客が座る点が特徴であり、胴体の最先端にも2名分の座席を備えていた。通常は操縦士だけが享受できる、前方視界を乗客にも提供できるように主翼の前縁に傾斜した窓を備えていた。機内には11名用の客室が3部屋と喫煙室。洗面所があった。G38 は7名の搭乗員で運用された。前述の通り主翼が厚く、その中を通って4機のエンジンすべての元へ行くことのできる設計により、機上整備員は飛行中にもエンジン整備が可能であった。設計面で G38 は在来型の胴体と主翼で構成される航空機の代替として現在 NASA とボーイング社の双方で開発されているブレンデッドウィングボディ機に影響を与えた。ただし G38 それ自体は胴体と主翼の境界ははっきり区別されており、ブレンデッドウィングボディ設計ではない。主翼が機内スペースとして活用できる点において、ブレンデッドウィングボディ機、全翼機と設計の考え方が一致している。ルフトハンザドイツ航空の D-APIS 機1931年7月1日に、ルフトハンザドイツ航空は13名までの乗客を乗せて、ベルリンとロンドン間の定期便を就航させた。1931年10月に、このロンドン・ベルリン路線の便は D-2000 機の機体回収と客室の拡張のために中断された。機体の回収作業は1932年夏まで続き、この期間に D-2000 機の胴体は貨物の搭載量の増加と乗客数を30名まで増員するために2階デッキが増設された。これに加え D-2000 機のエンジンは再度L88 型4機に換装され、合計出力は 2352kW となった。時を同じくして、登録記号も D-2000 から D アズールに変更された。一方で、製造番号3300に、登録記号 D-2505 に D-APIS に変更された G38 の2号機が2階デッキ胴体で、乗客34名の使用で製作された。左右の主翼前縁にある客室に、各6名、残りの22名の乗客が2階建ての胴体内に搭乗した。ルフトハンザドイツ航空は D-APIS 機をベルリン、ハノーファー、アムステルダム、ロンドンを結ぶ路線に就航させた。この機体はヒンデンブルク陸軍元帥号と命名された。1934年に D-2000、D アズール機はエンジンを換装され、今度は、ジュモ204型が4機の合計出力 3000kW となった。1936年に、デッサウで D アズール機が整備後のテスト飛行で墜落するまで、両機は並行して就航した。破損がひどかったためルフトハンザドイツ航空は、D アズール機を退役させなくてはならなかったが、テストパイロットのビルヘルム・ツィンメルマンは無事で、その他に負傷者もいなかった。登録記号 D-2505 に D-APIS に変更された G38 の2号機は、ほぼ10年の期間をルフトハンザドイツ航空で勤め上げた。第二次世界大戦が始まると D-2500、D-APIS 機はドイツ空軍に輸送機として徴発され、1941年5月17日のイギリス空軍の強襲により地上で破壊された。ありがとうございます。